誰かのサンタクロースになれるような人生、毎日クリスマス。童貞を代表して言うけど、サンタクロースはいます。きっと君は来ない、一人きりのクリスマス in a home Silent Night 童貞 Holy Night ということで、老舗童貞の新井さんです。今回は童貞が考えるサンタクロース、クリスマスについてお届けしていきます。童貞の新井さんということで、いつしかクリスマスソングが街を流れる季節になってきました。もう2021年もここまで来たのかってちょっと感慨深くなりますね。で、中でも僕ね、山下達郎さん大好きなんですよ。もう人生の3分の2は達郎ファンで生きてます。もう毎年ライブも行ってました。このクリスマスイブですね、これなんと38年も前に書かれた、メロディーズというアルバムの一曲に過ぎなかったんですけれども、最初はそれが世に出た瞬間に、いろんな性格であったり物語を含ませて、クリスマスの鉄板として未だに受け継がれている、全く古ぼけない楽曲だというふうに思います。で、予定もないのにね、心が流行ってしまうっていうのが、これがまたね、クリスマスのね、ムードの魔力で、この季節になるとね、ふと思い出すのがね、小学校中学年の時の思い出なんです。実は僕はサンタさんはいると、サンタクロースはいるとね、小学生までね信じてました、真面目に。ただ小学校も中学年になると、短い休み時間の間で論争が巻き起こるんですよ。サンタさんはいるのかいないのかっていうね、もう定番だよね。で、俺はサンタさんは絶対いるっていう論陣を張って挑んだんだけど、新井くんってまだサンタさん信じてるの？みたいな感じで、バカにされるわけですよ。バセタクソガキだなって思うわけですよ。もちろんね、夜中に不法侵入するね、こう、ジジイだと、切って捨てる人もいるけれども、お互い歩み寄りをすることなく20分の休み時間は終わったんですね。中学にも入ると、サンタクロースという存在システムは、言ってみれば自分の親であったり家庭文化の礎に成り立っているものだということを気づかされるわけですよね。もちろん中学年の小学校の頃の論争で正直知りたくもない事実が覗かせた瞬間でもあったんですよ。ただ今考えてみたら、現在はもうネット社会じゃないですか。当たり前のように SNS で知りたくもない情報、知りたい情報も含めてね、知りたくもない情報までね、知らされてしまう、情報にさらされている、どっちかっていうと情報を閉じるという方に今シフトしている感じはありますけれども、だからこのシステム、サンタクロースという文化を家庭家庭で維持するのってすごい大変だと思います。でもサンタさんはいるんですよ。もちろんね、サンタクロースといういわゆるフィンランドのひげもじゃのおじいさんがもう各家庭に配ってるかどうか置いといて、今働き方改革の問題もあるからね、そのサンタさんの使いとしていろんなサンタクロースが家庭であったり地域であったり、そういったところに代行してプレゼントを届けていると僕は捉えているわけです。綺麗事って言うなよ。童貞の新井さん。だからこそこのネット社会になった時、小さい子供たちがそういう知りたくもない、知る必要もない情報に触れてしまう可能性があるっていうのは非常に僕は嫌なんです。だからこそ、令和生まれはまだみんな童貞だって僕捉えてるから、令和生まれはトレンドなんですよ、童貞が。そういうことも含めて童貞ファーストの会代表してサンタさんはいると訴えていきたいと思います。で、結局そのね、もやもやしたまま年を重ねるわけですよ、サンタさんについてね。一方でその同じネット社会テクノロジーの恩恵に預かる形でね、とあるサンタさんに関する哲学的なことをね知るわけです。それがまたね、山下達郎さんなんですけれども、達郎さんって今でもずっと日曜日の昼下がりね、サンデーソングブックって東京 FM をキーステーションにラジオやってますけれども、1997年のその山村かなラジオで、奥様の竹内まりやさんをゲストにした時に、僕がね求めていたサンタクロース像というのはこれだっていうのをね教えてくれたのが達郎さんだったんです。
宮下達郎です。ってなわけで、僕が個人的に思うのは、これいろんな形があるんですけれども、サンタクロースというのは一つの象徴だと思っているんですよ。例えばそれは親が子供を思いやる、誰かが誰かを慈しむという精神的なサンタクロースだから、例えばお父さんとかお母さんがサンタの代わりをしてね、その子にプレゼントをあげたとしても、それは一つのサンタという共同意志がお父さんとお母さんを通してそういうことをさせてるんで、実際にだからサンタというのは一人かもしれないし何万人もいるかもしれないけれども、そうした意味では哲学的な意味でサンタというのはちゃんといるんです。重要なのはそのサンタがサンタの格好をして登場することじゃなくて、そのサンタというのは何を子供たちにしたかったのか、何をするべきだったのかというのを具現化するってことがサンタクロースの意味なんだと思います。だから子供たちも今度は大人になったら自分たちがサンタさんになればいいわけです。ですからそのクリスマスは豊かなもの、キリスト教のイベントと切り捨てられる方がいますけれども、それはじゃあ果たしてサンタクロースって何なのかと考えた時に、それは大人が子供を、誰かが誰かを思いやるメタファーなわけです。そうした精神的なサンタクロース、誰かを思いやることとしてのイベントとしてクリスマスがあれば光栄です。童貞の荒井さん、まあ、言ってみれば誰かが誰かを慈しむ心であったり、親が子供へ注ぐ愛情であったり、そういったことが、まあ、サンタクロースが発言したものだと思うんですよ。まあそういうふうに捉えると愛おしい文化というのかな、まあちょっと俗っぽい言葉になるかもしれないけど、やっぱ尊いものとしてねサンタクロースはいるんだとね、こうより扱いたくなるわけですよ、このプレゼントされているものだというふうにね。そういうこともあって僕はですね、童貞人生をかけてねサンタクロースはいるんだとね、きっと君は来ない一人きりのクリスマスイブというね歌詞をね、僕は28年間ね教条的にね、信条として敬虔なる信者としてね、いわゆる生きてきてる、まあ、地で言ってるわけですからね。はい、童貞の荒井さんでですね、ちょっと話変わるけど、プレゼントっていう言葉あるじゃないですか、まあ贈り物で、これってさ現在という意味もあるわけじゃないですか、プレゼントっていうのはね、はってなるわけですよ。でこれいろんな解釈っていうか諸説、まあいろいろあると思うんですけれども、面白い言い伝えがあってですね、それがまあアメリカのフランクリン・ルーズベルトの奥様かな、がスピーチをした中でこんなことをおっしゃってたんです。 Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift, that's why it is called the present. まあ昨日というものは過去だよと、これまでの出来事だよ、未来というのはこれから何が起きるかわからない、まあ、ミステリーですよと。じゃあ今与えられているという今はプレゼントなんだ、ギフトなんだ、だから現在というのはプレゼントと言うんですよと、まあ言い伝えとしてねスピーチされていて、あなるほどなって思うわけですよ。でこれクリスマスに限ったことじゃなくて、その例えば今コロナ禍であったり、いろいろ不幸なこと、まあ不幸自慢とかね、かわいそうアピールってしたくないよ、したくないと思うし、みんなしたくないと思う。だけどそういう中でしんどい毎日、しんどい現在、プレゼント生きていたり、しんどさを飼い殺そうとしてまたしんどくなったり、そういう人もですね、もうどこにでもいると思うんですよ。それ特別なことじゃない。だからこそそこでサンタクロースになってほしい、僕もなりたいなって強くね、この数日数週間思うことがあったんです。まあ手を差し伸べましょうというのはちょっと恩着せがましいけど、まあ嫌なこと、不幸であったり、そういったものは分け合って薄らげるね。だから金銭的なプレゼントだけじゃなくて、何かサンタクロースになってこうみんなで不幸を解消する、生産していく、まあ時間が必要にはなるけどね、そしてそれがまたプレゼントになる、プレゼントね重ねていけば歴史ができるわけですから、少しでもいい歴史を僕たちねヒストリー作りたいじゃないですか。まあそういうこともあって今回はちょっとまあ啓発的、啓蒙的、道徳的なのって僕一番好きじゃないんですが、お届けしています。童貞の荒井さん。
まあ童貞だってね、ほらプレゼントですよね。ある意味だから愛もそうですよ。あのサンタクロースもね、童貞もそう、愛があっての発露する、発言したものだと、愛の結果だと僕は捉えているので、そういう意味でね、俺だって童貞捧げたいですよ、それは愛の結果としてね、うん、僕も、まあ、皆さんも誰かのサンタクロースになれるような人生、毎日クリスマスにしていきたいなということをふとですね、クリスマスソング、いろんな曲を聴いた時に思ったんで、紹介しました。まあ、今年またこのクリスマスソングにどんな思い出が刻まれていくのか楽しみにしながら、まあでも一人きりのクリスマスイブ、ね、お互い誰かのサンタさんになれるようなクリスマス毎日にしていきましょう。